マリア・クリスティン・ユリアンティは、インドネシアの女子バドミントン選手、東ジャーシュートバン県ン出身、北京オリンピック女子シングルス銅メダリスト、2004年よりいくつかのサテライト大会に出場し、マレーシアの大会で優勝。2005年も、スラワヤやジャカルタなどの大会で優勝。2006年、ルクセンブルクオープンで準優勝。ビットブルガーオープンの準決勝で、 シード選手の河くれなヤデを破る番狂わせを起こし、決勝に進出し、ジョフところに破れて、準優勝。その後も、シンガポールサテライトで優勝するなど実績を積み重ねた。2007年、世界バドミントン選手権大会に、第15シードで出場し、3回戦で、世界ランク1位の超安氏に破れる。インドネシアオープンでは、ドランに勝利して、初めて、 スーパーシリーズの準々決勝に進出した後、ペトやネーデル中和に敗れた。東南アジア競技大会では、女子シングルス決勝で、同じインドネシアのアドリアンティ・フィルダサリオニカラレーで、破り金メダルを獲得。団体戦でも、シンガポールを破り2冠2008年、全ウイとスイスは1回戦で敗退。ユーバーハイでは、第2シード国の日本戦で、自身は、 ヒロセリコに1から2で敗れたが、他のチームメイトが勝利して、計4から1で勝利。準々決勝で、香港、準決勝でドイツを破り、インドネシア14年ぶりの決勝進出を達成。決勝では中国に0の3で敗れて、準優勝。インドネシアオープンでは、ピア・ゼバディア・バーナデット、ヨウ・キヨシに勝利し、続く第7シードのシューミツに2から1で、 第2シードのチョウヤス氏にも2から1で勝利して決勝に進出。決勝では、シュリンに1から2で準優勝。北京オリンピックには、ノーシードで出場。ユリアーネ・シェンク、ヨアナ・マルティネスに勝利した後、2008年、全英オープンチャンピオンで、第6シードのティナラスムセンに2の1で、準々決勝は新鋭のサイナネワールを2から1で、下して、準決勝に進出。 第2シードの超安氏に0から2で敗れた後、3位決定戦で、第3シードのローランに1から2で逆転勝利を収め、同メダルを獲得。ノーシードの選手がメダルを獲得するのは、史上初。ありがとうございます。